はい、昨日東京都、京都府、大阪府および兵庫県の4都府県に緊急事態宣言が発令をされました。東京都に緊急事態宣言が発令をされ、都内の飲食店における酒類の提供の制限が行われることにより、都民などが本県の飲食店に流入することも懸念されることから、東京都の措置に対応した対策を行う必要があります。そのため、まん延防止等重点措置区域についても、飲食店に関して東京都と同等の措置を講ずることができるよう、一昨日埼玉県および神奈川県とともに国に要請をし、国の基本的対処方針や厚生労働大臣の告示が改正されたところであります。直近7日間の千葉県の新規感染者数は、昨日時点で平均すると約130人であります。先週末あたりから前の週と比較をして3割から4割程度の増加傾向であり、また昨日は55例の変異株が確認されるなど、感染拡大に強い危機感を持っております。病床の稼働率は昨日時点で 23.5%、 県の病床確保計画の最も深刻なレベルを維持せざるを得ない状況であります。引き続き感染再拡大防止に取り組んでいくことが必要です。対策本部会議で決定をした事項について主なものを申し上げます。まん延防止等重点措置を講じるべき区域を、市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市に加えて、千葉市、野田市、習志野市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市の合計12市といたしました。区域を選んだ理由としては、東京都に緊急事態宣言が発令され、飲食店や遊興施設への制限が行われることにより、大型連休中において都民などが本県に流入することが想定される範囲については、東京都の措置に対応して対策を強化することが必要であること。2つに、本県及び当該地域の感染者数が増加傾向にあることや、医療提供体制の逼迫の状況。3つに、12月からの感染拡大の状況を踏まえると、統括地域、千葉市から全県へ感染が拡大することが懸念されることなどを総合的に監視選定をいたしました。新たな要請の期間は4月28日から5月の11日まで、大型連休中の人の移動の活発化を抑えるため集中的に行うものであります。飲食店などに対する要請内容は、まずまん延防止等重点措置を実施する地域については、20時から5時は営業しないこと、また酒類の提供は行わないことであります。その他の地域については、営業は21時まで、酒類の提供時間は20時まで。まん延防止等重点措置を実施する区域だけではなく、その他の区域においても感染再拡大を防止するため時短の要請を継続をいたします。趣旨をご理解の上、ご協力をいただきたいと思います。協力金については区域ごとに事業規模に応じた額を支給をいたします。なお、大規模商業施設などに関しては入場整理を徹底をいただきます。入退場の規制、一方通行などの動線管理などを強化するよう、こちらについては県内全域の施設においてお願いをいたします。県民の皆様方に対してでありますが、大型連休は行楽や帰省が増える時期ではありますが、生活に必要なケースを除いて不要不急の外出自粛を引き続き徹底をいただきたいと思います。特に不要不急の都道府県間の移動、緊急事態措置区域との往来は厳に控えてください。買い物に出かける人数を最小限に絞り、混雑時を避けてください。待たされることもあると思いますが、お店の方の誘導、入場整理に従ってください。路上、公園等における集団での飲酒は感染リスクが高いので自粛をしてください。飲食店でなければ良いということではないということであります。また、飲食店で飲めないからといってですね、自宅などで同居家族以外の方が集まって飲酒をする、いわゆる宅飲みでありますとか、もしくはホームパーティーなどはリスクが非常に高いわけでありますので、避けていただきたいと思います。年末年始やクリスマスの時期にですね、こうしたシチュエーションからですね、感染が一気に拡大したということをですね、思い出していただいて、改めて感染再拡大を防ぐために、自分だけは大丈夫、この瞬間は
いいだろう、まあ、そういうことを思わずにですね、お一人お一人が基本的な感染防止対策を徹底していただくことが重要であります。県民の皆様方に改めてお願いをいたします。私からは以上です。